おはようございます。本日これは何なんでしょうね。昨日歩いた時見かけなかったんですが、なんかリンゴのようで、何なんでしょうか。わかりません。ここを歩いててこういうのを見たのは初めてなんですけれども、何でしょうね。ちなみに葉っぱはこういう葉っぱで、枝はこういう枝ですね。これは桜でもないんでしょうね。ちょっとわからない。わからないことだらけです。とりあえず1個だけ鳴ってますね。これは石を挟んであるんですかね。レンリの枝かと思いましたね。石でしょうね。ちょっとはっきりここからはわからないんですが、石ですね。石のようですね。毎日ほとんど毎日通ってても見てるようでほとんど見てないんですね。あんなの見たの初めてです。神戸らしい眺望景観50銭10銭ナンバー28ビーナステラスビーナスブリッジ、それがこのいつもの景観ですね。ここからがかろうじて、ポートタワーが見えますね。こちらが三宮の方ですね。もうちょっとか、ちょっと逆光になりますけれども、こちらが三宮の方、一番左手に見えてるのが国際会館ですか。今日は快晴です。で、ちなみに、そちらに見えておりますのがいつものヴィーナスブリッジですね。ちょっとご覧いただきにくい、これがヴィーナスブリッジです。で、この広場がヴィーナステラスですね。いい名前です。ヴィーナステラス、ちゃんと自動販売機もこの前設置されました。これは清潔なトイレです。これがヴィーナステラスの全景ですね。ちなみにこちらの方にはモニュメントですか、これがございます。で、あちらの方ですけれども、ダウンタウンからよく見えるんですが、夜になると明かりが入りますんで、左手が碇山のマーク、碇のマークですね。で、右手が市のマーク、あちらが師匠山です。
あれが三宮にできました、新しくできました54階建て超高層マンションですね。もう入居されてるんですかね、ちょっとわからない。いいですね。今日は八伏山も高取さんもくっきりと見えております。こちらが向こうに見えるのが淡路島で、こちらが、八伏山ですね。あのロープウェイがあります。それからずっと降っていきまして、こちらに見えてまいこれがですね高取さんですね。毎朝結構たくさんの方が登ってらっしゃいます。